少ない下げてるわ。ないちゃうかな。やっぱり。海外行った方がええかな。なんで？海外行った方がええかな。海外行かない。もうちょい持ってくるネタが弱いもん。どんなんがいい？今流行りの三浦春馬や。ああ。そっち系で行くな。三浦春馬みんな見たやろ、心斎橋亡くなる前。知らん。参加公演、俺それ録画撮ってんねん。興味ないわ、でも三浦春馬。そうやろ、俺もあんま興味ないねん。もうちょいおもろい YouTube した方がいい。ヤンキーに喧嘩売ってみたとか。じゃあさっきヤンキー喋ったけど、ヤンキーも善人も一緒の思想やん。俺はクソやからな。ヤンキーじゃなくてクソやん。クソ、まあまあでも、まだマシな方やん。何がまあ頑張ってや。じゃあフォローしてやね、ペンサ TV。30番。もう弱いか。もしよかったらフォローしてね、ペンサ TV。 すいません、もしよかったらフォローしてくださいね、ペンサ TV。 お化けいっぱいやん。かわいいな。もしよかったらフォローして。もしよかったらフォローしてください。ね、ペンサ TV って言います。怖っ。もしよかったらフォローしてほしいねんて。興味ない。チンピラと一緒の思想やで。でもそれもしよかったらフォローしてね、ペンサ TV 言うねんけど、詐欺やいじめをやめようみたいな。みんなこれ詐欺師に加担してるって分かってる？ね、ペンサ TV って知らん？興味ない？チンピラヤクザと一緒やで、やってること。世界中から犯罪者やってきてんねんで、こんなんしてる間。ね、ペンサ TV フォローしてな。ね、ペンサ TV フォローして、詐欺やいじめをやめようみたいな。目悪い？ちょっとだけ。ああ、俺と一緒やわ。もしよかったらフォローしてな。詐欺師だらけなってんの今。そうですね、いじめ集団と。ね、ペンサ。うん。チンピラとかそんなんが一緒の思想やですよ。もしよかったらフォローしてね、ペンサ TV。 詐欺やいじめをやめよう言うだけやから。 YouTube やってたらもしよかったらフォローして。 YouTube やってたらもし YouTube やってたらフォローしてください。YouTube やってない、もしよかったらフォローしてね、ペンサ TV。 詐欺やいじめをやめようみたいな。チンピラだらけなんで、世界中から犯罪者やってきてんねん。もしよかったらフォローしてくださいね、ペンサ TV。 もしよかったらフォローして。 US アーミー、うせやん。もしよかったらフォローして、詐欺やいじめをやめようみたいな。もしよかったらフォローしてね、ペンサ TV。 もしよかったらフォローして。すいません、もしよかったらフォローしてくださいね、ペンサ TV。 詐欺やいじめをやめようみたいな。すいません、もしよかったらフォローしてくださいね、ペンサ TV。 冷たい。こいつら何考えてんのやろ、ほんま。もしこういう YouTube やってるんで、もしよかったら。詐欺やいじめばっかりなんで、でも。仕事していいんや。
ですか、意図的にこう。いや、すごいストーカーが多いからいつもこれつけながら歩いてるだけなんです、これを掲げて。ストーカーが多いから。そうそうなんです。だからやめてくれっていうのでこう上げてる。僕ね、2011福島原発事故の裏側を本書いて、組織的な嫌がらせを受けて言論ダウンされてる。じゃあ嫌がらせ受けてる。YouTube じゃない。こう嫌がらせ受けてるからやめてくれっていう。いやもう不特定多数。まあこれ持って歩くの自由ですからね。はい。公共の場で別に持って歩くのは自由ですからね。これ。まあ公共いうか一般行動やったらあれなんですけど、まあどちらかというと阪急敷地内はすいませんけれども、やめとお願いいたしますということでお願いをいたしております。じゃあ外側やったらいいよと。一般行動だったら。でもここも阪急の管轄外になるので、いいとか悪いとかは言えないですね。ただ。日本はご存じ言論の自由ですから。そうですよね。それを取り締まる、例えば一般行動だったら警察でしょ。ああ警察でも一般の、そう今も警察を素通りしてたら、うん、だから警察でも YouTube やからって。ああじゃあ別にみんな YouTube で勝手に上げてます。そうそう、で、まあ、支援工具をもし乗せてしまって利益になると。いや全然利益上げてないです僕。じゃあそれがね、僕ら確かめようがないんで。まあまあ利益には上げてないですよ、ね、これはちょっとそれは確認できないですね、うん、申し訳ないです。まあ世界中でやってるんですよこれ、うん、日本だけじゃなしに。ネペンサ TV っていう、もうフェイクニュースもなしで今世界中の現状、うん、何書いてるの、うん、ネペンサ中、うん、あれ見ときます、うん、無視やいじめやこの集団の嫌がらせ、ただ、うん、ストーカーや詐欺やら人権侵害をやめるだけが、うん、まあ普通のことですよね。まあまあ、普通のことですよね。まあ、これ犯罪なんですよね。そうそうそう。ただ、集団でやられてるから、もう、こうするしかないんですよ。集団対一人。集中で、ちょっとそれが、まあ、許可できないっていう。うん、わかります。緊急集中は、まあ、鉄道営業法とか、そうなので、結構厳しい。じゃあ、こっちは憲法ですよ。まあ、こっちは人権、基本的人権の侵害ですよ、こういうことやってたら、もし。基本的の人権、まあね、こういうことやってたらあれですからね。いやもしやってる可能性もあるから録画してちゃんと上げといた方がいいなっていうのもあるんです。で、ね、完全ないじめですよね。もしそれは基本的の人権の侵害言ったら鉄道法の上にあるんですよ憲法、まあ、それは一番、うん、一番トップですよ。それをもし侵害してるをもし言論弾圧したり証拠隠滅したら犯罪者ですあなたたち。じゃあ一応ここは決まってこうやって上げたらいい。オランダ語上で国際裁判所オランダにあるのでそこでも提出してます。分かってます。日本だから言うてほら憲法ちょんない法律振りかざしも憲法の方が上や。今雑魚の一例が